皆さんこんにちは。1980年代のジャニーズ事務所所属の看板アイドルであった郷ひろみさん。1990年代に入っても人気は衰えず、今では日本屈指のアイドルのレジェンドです。今でも世間から注目を浴びることのある郷ひろみさんですが、昭和全盛期に起きたゴシップを知らない若い層は多いでしょう。今回は郷ひろみさんの若い頃の恋愛ゴシップやジャニーズ事務所との関係性について見ていきたいと思います。まずは郷ひろみさんのプロフィールについてご紹介したいと思います。郷ひろみさんは本名を原武ひろみといい、1955年10月18日生まれ、福岡県の出身です。身長176センチで、現在の所属事務所はバーニングプロダクションです。郷ひろみさんといえば、ブレイクを果たした1970年代以降、1980年代、1990年代とか各時代で音楽史に残る名曲を量産してきました。また当時のジャニーズ事務所としては異例の完全芸名、大学進学者というスペックを誇ります。また俳優としても優秀で、過去には大河ドラマ草燃えるや峠の群像に出演されたこともあります。前世紀の郷ひろみさんはアイドルとして完璧な存在でした。同時に様々な方との交際報道がなされました。一番有名なのは松田聖子さんとの交際ですが、実は松田聖子さん以外との交際はほとんど明るみに出ていません。当時は今よりも非常識なマスコミや週刊誌の張り込みがあったのに、これはこれですごいことです。当時の恋愛に関しては辛いことや悔しいことばかりだったことでしょう。ちなみに実際に郷ひろみさんと交際していたとされる女性は松田聖子さんの他に3人の名前が出ています。1人目は祇園の舞妓勝野さんです。1980年代の郷ひろみさんはクラブのホステスさんらと交際している噂がありましたが、その時期に名の知られた祇園の舞妓勝野さんとの交際があったことは衝撃的でした。郷ひろみさん本人は勝野さんとは客と芸妓の関係と交際を否定していました。郷ひろみさんとの熱愛報道で一躍有名になった勝野さんはすぐに襟替えをして舞妓から芸妓になりました。2人目は石原真理子さんです。1980年代を代表するアイドルといえば、郷ひろみさんの他に女性では石原真理子さんが有名です。実は郷ひろみさんと石原真理子さんは1987年の日本映画さらば愛しき人よで共演しています。当時は2人が交際しているような噂は一切ありませんでしたが、その後に石原真理子さんが出版した自伝にて、石原真理子さん本人から郷ひろみさんと肉体関係にあったことが綴られていたのです。このことが当時1980年代の両ファンが知っていたら大事件だったことでしょう。3人目は後藤久美子さんです。郷ひろみさんがまだ二谷理恵さんと離婚する前だった1994年の話です。当時郷ひろみさんは1994年4月から5月に放送されたテレビドラマ企業病棟に出演されていました。このドラマで共演していた女優の後藤久美子さんと不倫していたのではないかという噂がありました。実際に郷ひろみさんは後藤久美子さんと食事中に当時の奥様から連絡が入り、慌てて帰宅するということもあったと言われています。ちなみに後藤久美子さんは郷ひろみさんと噂があった1年後の1995年に F1 ドライバーのジャン・アレンさんと結婚しました。4人目は松田聖子さんです。郷ひろみさんの奥様以外の女性関係で言えば、前世紀に交際していた同じく昭和のスターであった松田聖子さんとの大恋愛が挙げられるでしょう。お二人の人気が絶頂だった1980年代の前半から中盤にかけての交際、昭和を生きた方であれば今でも鮮明に覚えているのではないでしょうか。先に売れたのは郷ひろみさんでしたが、実は松田聖子さんはずっと郷ひろみさんのファンだったそうです。松田聖子さんよりも先にブレイクしていた郷ひろみさん、松田聖子さんは郷ひろみさんを追うような形で芸能界に登場しました。当時の2人の馴れ初めに関しては、デビュー前から郷ひろみさんのファンだった松田聖子さんが音楽番組での共演のたびに郷ひろみさんに猛アプローチをかけていたということです。夢中になって見ていた音楽番組の裏でこのような恋愛模様があったなんて、双方のファンは嫉妬に苦しみそうです。松田聖子さんの猛アピールが叶ってから2人は無事に交際に発展しました。その後は
結婚まで秒読みと言われるほどラブラブな恋人関係が続きました。数年のラブラブな恋愛が続き、世間も2人が結婚するのは時間の問題だと覚悟していました。実際に当時郷ひろみさんが都内の高級住宅街田園調布に大きな土地を購入したとして、すでに2人の中で結婚生活に向かって計画が進んでいると思われていました。そんな2人ですが、1985年に破局してしまいました。当時は双方の低層観念の低さ、異性関係の荒さだと思われていましたが、今となってはもっと深刻な問題もあったということが分かりました。惜しくも破局してしまった郷ひろみさんと松田聖子さんですが、別れた理由をめぐって当時は互いの異性関係のだらしなさが指摘されていました。郷ひろみさんは舞子さんと恋仲に、松田聖子さんは後に結婚する神田正輝さんと関係を持っていたなど、互いに二股をしていた説が強いのです。また郷ひろみさんは結婚するのではあれば相手の女性には家庭に入ってほしいと考えていたそうです。当時歌手としての仕事に夢中だった松田聖子さんは結婚するには条件が噛み合わなかったとの説もあります。ちなみに松田聖子さんは郷ひろみさんと破局したことを発表した会見では、生まれ変わったら一緒になろうねと話し合ったと発言しました。しかしこの発言をめぐっては郷ひろみさんが否定するなど、まるで喧嘩別れをしたかのような後味の悪さがありました。郷ひろみさんは現在67歳、2023年になりますが、今年でデビューしてから52年になります。デビュー当時はジャニーズ事務所に所属していたことを知っている人はどれくらいいたのでしょうか。しかし華々しくデビューし軌道に乗ったと思われた時、突如ジャニーズ事務所を退所してしまいます。なぜ辞めたのか、ジャニー喜多川氏の性犯罪やホルモン注射などそのあたり深掘りしてみたいと思います。郷ひろみさんは1972年にジャニーズ事務所から華々しく歌手俳優デビューしました。その甘いマスクから一気にアイドル路線を突き進みました。そこでジャニーズ事務所に入ったきっかけを見てみましょう。郷ひろみさんはジャニーズ事務所に入所したきっかけを、高校1年生の時に家族で映画を見に行った帰りにフォーリーブスのマネージャーにスカウトされたとサンケイスポーツに語っていました。しかし実際には映画潮騒のオーディションを受け落選した会場でジャニー喜多川氏に惚れ込まれスカウトされたのが真実らしく、それも超ビッグ待遇だったと2020年に郷ひろみさん本人が語っています。オーディション会場に偶然ジャニー喜多川氏がいたことが郷ひろみさんの運命を変えたという、これも持って生まれた強運なのかもしれません。郷ひろみさんは1972年にデビューしますが、わずか3年後の1975年、突如ジャニーズ事務所を退所しました。これには世間も驚きだったことでしょう。そしてさらに驚くのはジャニー喜多川氏は知らなかったということなのです。どういうことかというと、郷ひろみさんが退所した時ジャニー喜多川氏は体調を崩し入院中だったのです。ジャニーズ事務所からトップアイドルとして育ってきた郷ひろみさん、退所するにはそれなりの深くて大きな壁があったと考えられます。そのあたり深掘りしてみたいと思います。郷ひろみさんがジャニーズ事務所を退所した理由は何だったのでしょうか。一つ目はジャニーズ事務所で限界を感じたという説です。郷ひろみさんはデビュー当初から爆発的な人気で、そのハードさは睡眠時間3時間、着替えは車の中という過酷な日常を送っていました。しかしそれ以上に郷ひろみさんの精神的な悩みは自身のスキルのなさと素人感だったといいます。というのも郷ひろみさんはかなりハードなスケジュールのため歌やダンスのレッスンを受けられませんでした。トップアイドルでありながら周りのアーティストたちのプロのパフォーマンスに歌えない、踊れない、喋れない、こんなスキルのない自分のままでいてはいずれ世間から見放される、そういった思いをジャニーズ事務所にも伝えていたようです。しかし事務所の見解はというと、スキルアップを図るのは今のブームが落ち着いてからでもいいでしょうということでした。こういった意見のすれ違いからジャニーズ事務所での活動に限界を感じていたようです。2020年10月放送の TBS 中居正広の金曜日のスマイルたちへで郷ひろみさんは次のように語っています。きっと僕自身今後は次のステップに向かう時なんだろうな、僕はもっとやればできるんだろうなと自身のステップアップのためだったといい、
ジャニー喜多川氏とはまた別のところで成長していきたいという思いがあったことを明かしていました。これがジャニーズ事務所退所の理由と語っていますが、これは表向きだったとも言われています。2つ目はホルモン注射で美少年にされることを恐れたのではないかとする説です。このホルモン注射という話はどこから出てきたのでしょうか。それは2005年に元光源氏木山翔吾さんが語った暴露本スマップへ、そして全てのジャニーズタレントへ六歳者の内容からです。木山翔吾さんは光源氏デビュー直前に退所されています。本によればその昔、ジャニーズタレントといえば肌が綺麗で中性的な顔立ちをした小柄な美少年が多かった印象です。だからこそ男臭さを感じさせない美少年を指す言葉としてジャニーズ系という言葉は一般化しています。確かに昔はジャニーズのアイドルといえば意外に背が低かったし美少年と言われる顔立ちが多かったと感じます。そしてジャニーズ事務所のタレントは女性ホルモンを注射されているからという噂が駆け巡り、その本の中でも事実であることが記されていました。例を挙げれば郷ひろみさんの声です。男の子が思春期となっても声変わりのしないことは当時結構騒がれました。ジャニーズ事務所は見た目重視、郷ひろみはスキルを上げたいというそういった活動方針のすれ違いに嫌気がさしたことも考えられます。3つ目はジャニー喜多川氏からの性被害を受けていたのではないかとする説です。郷ひろみさんがジャニーズ事務所に入所し超 VIP 待遇だったということは最初にお伝えさせていただきました。他のタレントとは別格で合宿所でも他のタレントが普通の食事をとっている中、郷ひろみさんだけはジャニー喜多川氏と同じメニューで一人だけステーキを食べることもしばしばでした。かなり格差があり贔屓されていたというのです。それはジャニー喜多川氏に寵愛されていたからと言われています。ジャニー喜多川氏が郷ひろみさんの美しさに恋愛感情さえ持っていたともささやかれています。そして先ほどの元光源氏木山翔吾さんはジャニー喜多川から性的虐待に耐えきれずに移籍したのではないかと著書の中で語っています。というのも元光源氏木山翔吾さんはジャニー喜多川氏の性的虐待に耐えてきた経験から語っているようです。ジャニー喜多川氏のお気に入りとなって特別扱いを受ける代わりに常にそばに置かれてキスをせがまれ、夜に待っているのは必要な性的スキンシップでした。そんな日々にも木山翔吾さんが耐えてきたのはスターとして輝く日々のためだったといいます。この経験が本当のことなのかどうなのか事実を確認することはできませんが、現在のジャニーズ事務所の問題と照らし合わせると信憑性は高いと感じます。それなので木山翔吾さんも郷ひろみさんの退所理由は自身と同じ経験からであると推測したのでしょう。ただこの先本当の理由を郷ひろみさんから語られることはないでしょう。いかがだったでしょうか。今回は郷ひろみさんにまつわる噂話の真相に迫ってきました。郷ひろみさんはある特殊な習性をテレビで語ったことがあります。フリーアナウンサーで郷ひろみさんの大ファンである神田愛花さんはファンならではの知識から一度着た下着は二度と着ない、郷さんと新庄監督はこうだと聞いたことがあるんですがとスターの下着事情にまつわる都市伝説を尋ねたことがあります。予想外の質問に苦笑いしながらも紙パンツじゃないですから物は丁寧に扱いますよと否定していました。本題であるジャニーズ事務所を退所した理由を見てきました。郷ひろみさん、ジャニーズ事務所は退所しましたがその先はしっかりとご自身で道を切り開いています。そのプロ意識の高さが今のパワフルさを持続している要因なのでしょう。なぜジャニーズ事務所を退所されたのかは謎ですが、この先語られることはないでしょう。少なくとも今問題になっているジャニー喜多川氏の性加害に直接的な被害を受けていないかもしれませんが、何かしらの事情を知っていることは容易に想像がつきます。子さんであれば子さんであるほどそういった事実を知っている確率は高いと思われます。皆さんの意見をぜひコメントで教えてください。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたらチャンネル登録・高評価をお願いします。